バイオレット UK は、ミュージシャンであるヨシキが率いる音楽プロジェクト。プロジェクト名は、イエローブラックホワイトレッドなどの肌の色や人種を、超えた、怒りの赤と悲しみの青を混ぜた色のバイオレットと、地下に先行して、行動を起こす、反体制的、前衛的、先駆的な領域という意味で用いた UK に由来する。音楽性について、当初は、 トリップホップの影響が強かったものの、1999年以降は、トリップホップを基盤にしつつも、ロックやパンクの色彩が強まったとヨシキは2003年の雑誌インタビューで説明している。当初は、バンドのようにメンバーを固定しておらず、2010年に、ケイティ・フィッツ・ジェラルドが固定ボーカリストになるまでは、楽曲ごとに異なるボーカリストが担当していた。バイオレット UK のロゴ。 1991年4月に、吉木が、ロサンゼルスで、X の3作目のアルバム、ジェラシーをレコーディングしていた時に、バンドサウンドの枠を超えたプロジェクトとして、この構想が生まれた。当初は、ミック・カーンとジェーン・チャイルドとグループ、バイオレットを組んで、セッションをしていた。1993年に、吉木名義のシングルとしてでリリースされた、アメジストは、 バイオレット UK のために制作された楽曲のクラシックアレンジ作品である。1995年にデザイン集団としてのバイオレット UK の作品としてニューヨークのマディソンスクエアにオブジェ、バイオレットローズを設置した。1996年初頭に第1弾シングル発売の情報があった。1998年には映画、インゴッズ・ハンズに セインを提供したが、同年のハイドの急世により、ヨシキが精神的に落ち込み制作活動が中断された。2000年にヨシキが活動を再開し、セブンイレブンジャパンの企業イメージ CF にブリントダンスとザザーサイドを提供した。この時点からギターも全部ヨシキが弾き、ドラムはバンドマンの演奏ではなく、 サンプリングの素材として録音し、ベースプログラミング打ち込みも吉木自ら担当した。2002年には、12月3日と4日に、東京国際フォーラムで開かれた、吉木シンフォニックコンサート2002は w i 東京シティフィルハーモニック、管弦楽団フィーチャリングバイオレット UK において、セブンス、アメジスト、スクリーミングブルー、ブリーンとダンスの4曲が、ドーターのボーカルによって披露された。 2005年に公式モバイルサイト、ヨシキモオビレやメディアに対して、2005年9月22日にデビューアルバムを発売と公言していたものの、当日は iTunes ストアにバイオレット UK 名義でセックスレリジョンの一曲を配信してのデビューとなった。ヨシキはこの時点ですでに制作された楽曲は300曲を超えており、 レコーディングには12億円の費用を投じているという。2006年に、ヨシキが、ニューヨーク在住の友人の要望を受け、ソーシャルネットワーキングサービス、マイスペース上で、バイオレット UK の音源を公開したところ、口コミだけで、ダウンロード数が、約20万件に達した。2007年公開の映画、カタコンベの主題歌に、ブルーバタフライを、2009年公開の映画、 レポ、レポと、ゴエモンにそれぞれ、ゴッドブレス、ユーと、ローザを主題歌として提供した。2008年3月29日と30日に開かれた、X ジャパンの東京ドーム公演、攻撃再開 2008IV 破滅に向かってに、ゲスト出演し、ファッションブランド、H ナオトのファッションショーと同時に、シティ・オブ・デビルズを演奏した。2011年2月、 参加ボーカリストの一人であったケイティ・フィッツ・ジェラルドと新たにギタリストの杉蔵が固定メンバーとして加入したことを発表した。また、同年3月6日に国立代々木競技場にて行われたファッションショーアジアガールズ・エクスプロージョンにて単独名義ワンマンとしては初のライブパフォーマンスを行ったボーカリストのケイティ・フィッツ・ジェラルド。シングル DVD ここでは 存在が公表されながら発売に至っていない楽曲を記す。ありがとうございます。